And our next finalist is Mr. Ben Jones from BJ Translation Limited on interpreting Japanese English business discussions. ご紹介に預かりましたジョーンズです。本日は通訳の使い方についてお話しさせていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。まず簡単な自己紹介から。私は、昭和末期バブルが、弾ける直前に日本に初めて行きました。で、埼玉で1年過ごしてから東京に引っ越してきて、そこから翻訳通訳の仕事を始めました。で、その約3年後、ちょうどこのサー・ピーター・パーカー・アワードが創立された1990年にイギリスに戻って、それ以来ずっと同じ仕事を続けてきております。お客様はというと、日本、英国をはじめ世界各国の企業、政府機関、団体などであり、で、分野は金融、法務、芸術、技術など多岐にわたっています。で、私はまあ割と早口なんですけれども、それでも30年の経験というのを、10分だけに凝縮するのは至難の業ですから、キーポイントだけをいくつか述べさせていただきたいと思っております。まず通訳についてお客様が困るとおっしゃるのは、適切な人を見つけることだそうです。それではじゃあどういうところでお探しですかと尋ねると、まあ知り合いで、ハーフの子がいてバイリンガルなんで、あるいは営業部の田中がアメリカで留学してたから、あるいは Google で検索しましたと、そのような答えが返ってきます。で、日本語と英語が両方できるからといって通訳ができるというわけではありません。専門的なスキルを必要とする、まあ、専門職ですね。で、そのスキルというのは例えば、まずその中身の理解力、それが何よりも重要だと思うんですけれども、そして記憶力、場合によっては要約したり拡張したりする必要もあるかもしれません。メモを取る、テクニックも心を得ないといけないんですね。で、あと相手の立場、文化を意識したような表現の選び方も重要です。あとは長い仕事でも疲れないような、まあ、プロ根性と言いましょうか。で、最終的には、信頼できる人柄も必要だと思っています。例えばそれについてこういう話を聞いたこともあるんですけれども、ある優秀な東大卒の人が通訳として派遣されたことがあるんですけれども、そこに現場に行くとクライアントに向かって、あなたは間違ってるのよ、私の方がよく知ってると口論するようになりました。ちょっと恥ずかしいですね。弁護士を探すなら日弁連ですよね。会計士が必要だったら公認会計士に限ります。またイギリスで信頼できる医者をお探しなら、まあ、General Medical Council でチェックすることもできます。意外と知られてないのは、プロの通訳でもそういう専門団体があるということなんです。イギリスには ITI、アメリカには ATA、フランスは SFT、ドイツは BDU。で、日本はというと、まあ、ちょうどそれに相当するような、機関はないんですけれども、国際団体である AIIC に連絡すれば、適切な人を見つけることができると思います。それでじゃあ 2点目、英語で 4P principle というのがあって、 Preparation prevents poor performance と言いますけれども、まあ、あえて日本語に訳すなら、事前に十分な準備を行っていれば上出来、 4J 原則とでも言いましょうか、まあ、備えあれば憂いなしということなんですね。で、エキスパートが商談などで話し合う場合、やはり通訳が同じぐらいの知識じゃなくても理解力が必要になるんですけれども、お客様によって前日に100ページの資料をくれる人もいれば、当日になって初めてその話の中身を教えてくれるお客様もいます。どちらもあまり役に立ちません、正直に言うと。で、理想としては約1週間前に、登場人物、組織図、製品名、商品名、あるいはタイムラインなどを要約した5ページぐらいのものがあれば、あとは自分でリサーチできます。そしてもう一つ必要なのは、打ち合わせなんです。できれば前日にその担当者とお会いして1時間でもいいんですけれども、自分の理解力を深めるだけではなくて、
向こうの例えばアクセントがあればそこに慣れる、あるいは、よく使う言い回し、口癖、そういうのがあったら慣れることが必要ですね。ジャーゴンも使われるのかもしれないし、お互いのタイミングをつかむ上でも大切なことです。それを惜しまないでください。これも友人から聞いた逸話なんですけれども、ある日本の企業がイギリスに来て合弁事業を作ろうと思っていました。それでちょっと高圧的な人だったんですけれども、投資するなら女性が必要と言ったそうです。で通訳は、はっと思って I need a woman と言ったんですけれども、でそれは事前の準備をしっかりしていれば、これは要するに女性イコール女の人ではなくて女性金が必要ということだったんですけれども、まあやはりちょっと恥ずかしかったんでしょうね。じゃあ3点目、当日の配慮。私はある時何千万ポンドもの取引の、まあ、交渉の場で通訳を依頼されてたんですけれども、入っていくと あんた秘書あっちの方でいいと、テーブルの端の方に座るように命じられました。そうすると中の方で話されている内容がよく聞こえません。また指さされている資料も見ることができません。おまけに窓の近くエアコンもついてるから雑音が入って、その認知負荷が大変高くなります。聞こえないというのはどうしても問題になりますね。以前病院でもこういう話がありました。先生が手首を見せてくださいというのは電話通訳だったんですけれども、その通訳者が乳首を見せてくださいというふうに聞こえてしまったんですよ。これ もう本当に恥ずかしいことなんですけれども、そういうのもありえます。でそれで私は、まあ、真ん中に座りたいということでもないんですけれども、せめてチームリーダーまたは事案担当者の近くに、座らせていただけるとよりスムーズにサポートすることができると思います。でもう一つ、同時に例えば1203億704万をパッと120 billion 307 million 40,000 へ通訳できる人はまずいないと思います。あるいは科学だったら3メチルフラボン8カルボン酸というのをスラスラと3メトル2フェノルクロモン8カーボクサイリカシッドと通訳できる人がいたら、それは奇跡です。私はここに書いてありますからできるのであって、あるいは、海外事業部第二営業戦略部企画課課長代理のような役職肩書きがあっても、それを通訳するのは大変難しいですね。英語の定訳があっても難しいですから。で、ましてその聞く方も吸収できないと思いますので、そういうのを数字とか図表、組織図、タイムラインなどディテールを全部ビジュアルにして、その場のフリップチャートに書くなり、パワーポイントで見せるなり、あるいは、参加者に配る資料なり、ビジュアルとして示した方が通訳も滑らかにできるようになります。百聞は一見にしかずという原理ですよね。で最後に、その当日のミーティングが終わった時、通訳の仕事は必ずしも終わるわけではないんですね。クライアントはよく私の方に、向こうはあれを言った時に本当はどういう意味で言ってたんですか、つまりインタープレティングイコール通訳ではなくてインタープレテーション、解釈まで依頼されることがあります。よく日本語の場合はちょっと難しいっていうのは、難しいという意味なのか無理という意味なのか、そのような質問なんですね。で同じように昨年の、優勝者グレアムさんが、スマイルについて話したのを覚えてるんですけれども、笑いというのも向こうは本当に微笑んでいたのか、それともあざけりなのか、つまりボディランゲージまで通訳しなければならないことがあります。面白いんですけれども、まあ、またそういう意味では大変な仕事でもあります。このピーター・パーカーアワードの趣旨は、そもそも、日英のコミュニケーションを、ビジネスコミュニケーションを促進することだと私は理解しているんですけれども、でそれでじゃあビジネスのエキスパートが商談をするときに、やはりコミュニケーションのエキスパートであるプロの通訳をそこの横に、置かせていただければ、まあ、サポートすることがうまくできると思います。で私が今日、説明したいくつかの点を念頭に置いて、通訳者もチームの一員として考えて、うまく利用していただければ嬉しく思います。以上、ご清聴ありがとうございました。ジョーンズさん、助成金などというユーモアのあるお話ありがとうございました。はい、ありがとうございます。昭和末期に日本に行かれて、はい、
日本語を学んで通訳者になろうと思ったきっかけは何ですか？きっかけは私が小さい時に兄貴が柔道をやってたんですけれども、でいつも投げ飛ばされて、まあかっこいいなと思ったんです。でそれで柔道に興味を持つようになって、その後武道、武士道、全仏教、日本文化全てに興味を持つようになったんです。でそれでじゃあ、弾薬を選ぶ時代となったら、その年齢で何をやりたいかと聞かれて、うん、日本語と答えたわけなんですね。その中でも日本の企業に働くということではなくて、通訳、翻訳のお仕事を選ばれたんですね。最初からそういうつもりではなかったんですけれども、昔からやはり通訳は、まあ、とても意義のある仕事だと思ってました。やはり人と人のコミュニケーションをサポートするというのは、これ以上の仕事はないと思っていたんですけれども、最初は、まあ、とにかく日本の普通の企業でサラリーマンになろうとは思っていませんでした。したがって日本の最初の1年間は武者小路実篤が作った共同農村新しき村で、椎茸栽培をやっておりました。まあ、そんな日本が、ね、大好きなジョーンズさんなんですけども、まあ、日本語を学んで人生が変わりましたか？それは変わりましたね。もちろん自分の仕事も全て日本と関係するものになってますし、妻も一応日本人ですから、それは大きく変わりました。ありがとうございました。はい、長い経験で、通訳の難しさが分かるような気がするんですけども、はい、日本の企業がですね、通訳、イギリス、まあ、英語でいいんですけど、通訳を頼む時の落とし穴っていうのがある、その話だと思うんですけども、はいはい、どういう具体的な落とし穴があるんですかね？まあ、まず経験のない人を選ぶ。でそれで経験のある人でもそれを十分に資料を提供しないとか、そういうことがまず、一番の落とし穴だと思うんですね。でそして、お会いした時にちゃんと通訳のことを考えないで、まあ、5分ぐらいずっと喋り続ける。でそれで私はすみませんけれども今通訳させてくださいとか、そういうこともありえます。で通訳のことをもう少し意識して、最初から例えばミーティングの時間も通訳がいると倍かかります。でそれを考えないと、難しいところがあります。それと落とし穴というのは結局通訳のことをもう少し大事にしろということです。いや自分で言うのはあれなんですけれども、まあそうですね、どうしてもその通訳を使わなければならない、日本とイギリスの間で、通訳を、まあ、必要とする場面がほとんどだと思うんですけれども、同じ、まあ、プロフェッショナルとしてリスペクトしてで考えた方が、スムーズにいくと私は思ってます。ジョンさんはイギリスの企業の日本の通訳、日本語の通訳とか、逆に日本の企業のための英語の通訳も両方するわけですか？私はどっちかというと一人でする方が好きなんです。で多くの場合は例えば日本企業が通訳を連れてきてイギリスの企業も通訳を連れてくる、あるいは二人が間にいて交代するけれども、私の場合は、大体一人でやります。でそれでまあ長くて15時間ぐらいずっとやったことはあるんですけれども、その方が私にとっては楽なんです。一人が楽というのは両方できるということですね。はいはい、そうすると結構大変でしょう、両方できるというのは。両方 の企業のことが分かってないといけないし。そうです、はい、だからこそその予習が必要なんですね。予習というのは要するにさっきお話になった前もって打ち合わせをするとか、はい、それから内容をちょっと聞いて、はい、それをもう少しリサーチするとか、そういうことでしょうかね。そうです、基本的にそうです。だから基本的な情報があればどの企業なのか、誰が来るのか、何の目的思って来るのか、そういうのが分かっていれば自分で、まあ、例えばインターネットで探すこともできるし、あとはその事前の打ち合わせで、いやこれはよく分からなかったんだけれども、例えばその頭文字だけがある場合はこれはどういう意味ですかとか確認することもできますね。なるほど。今までの経験でイギリスの企業に雇われた時と日本の企業に雇われた時とどちらが楽ですか？どちらかというと日本の企業に、雇っていただいた方が楽なんですね。日本の企業の方がしっかりなんかそういう計画とか全部立ててくれるから、その方が私にとってはまあ嬉しいですね。そうですか、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。